よし。ああ、暑い。でも気持ちいい、走ったら。いやー気持ちいいですね。たまんないわ。美しいな、田んぼが本当に。でね、なんか動画のネタねえかなと思ったんですけど、あのそうだ、バックステップのね紹介をしてなかったなと思ってですね。あーうるさい。この前ガッチリくんのね、あの G クラフトのシフトガイドを、紹介したと思うんですけど、それをつけるきっかけになったバックステップのね紹介をしてなかったなと思って、ちょっと、動画のねカルストのまでのつなぎになればなと思って今撮ってますね。いやね、バックステップをですね、ようやくオーバーのですね、まあ、ある人から安く譲ってもらってですね、まあ、つけたんですけど、まあね、バックステップね、正直贅沢品かなとずっと思ってたんですよね。まあ、値段も高いし、そんなにレースするわけでもないし、ね、自分にはちょっといらないかなと。別に困ってなかったからね、ノーマルステップで全然。やべえ、真田に見惚れて。おろそかになってるわ。あー、これも木もいいね。この辺でちょっと動画撮ろうか、ドローン。体が焼くそうや。忘れもねえよな。いやーいい道。あ、前ここ来たな。あ、前走ったわここね。わあ、ここの石垣も綺麗だな。ここで撮るべきだったな、ドローン。でまあバックステップ変えたわけですよ。でまあつけてみたらね、めっちゃびっくりしたんですよね。もうこんなに運転しやすくなるのっていうぐらい変わりましたね。っていうのもですね、ノーマルのグロムのステップっていうのは結構下の方にあるんですよね。こうなんていうんですか、位置がね。だからね、単速の俺でもね、こうなんていうんですかね、低い位置にあるなと思うぐらい、まあまあ低いんですよね。よくまあね、バンクさせるとね、引っかかるみたいな話をねよく聞きますし。で何が変わったかっていうとですね、こうカーブで、ステップの位置が高くなったおかげで、こう荷重しやすくなったんですね。こういうところでグッとグッとイン側のステップを踏んで、荷重して曲げていくっていうか、まあこれが合ってんの、この乗り方が合ってんのかどうか分かんないんですけど、すげえこれはそれで曲がりやすくなったんですよね。ノーマルステップだとね、どうしても低いんで位置が、こう踏んでもそんなに荷重できなかったんですよね、俺の足では。なんでこうバックステップに変えたことによって、こう上がって下がったことで、下がるだけじゃなくて上がりもしたんで、位置がですね、こういうカーブとかでグッとインに荷重して曲げていくという感じでございますよ。いやこんなにねこんなに曲がりやすくなるんだったら、早く帰ればよかったなと思うぐらいやっぱり、曲がりやすくなりましたね。これは本当びっくりしたんですけど、いやここまでね、ここまで変わるのかというぐらい
変化がありましたね。まあ、自分の中でもね、いろいろパーツ変えましたけど、ここまで3年間の間で、まあ、その中でも結構効果が大きかったパーツの一つになるんじゃないかなと思いますね。だから高くてもいいから、まあちょっと無理してでも買った方が幸せになれるんじゃないのっていう感じですね。いやー、なんていうかファッション的な要素が強いのかななんてね、失礼ながらね思ってたわけでございますよ。そしたらもうね、いや全然違うわと、あ、曲がりやすいわこれと、いうことですね。まあこれは人によって違うと思うんですけど、俺はという話なんで、まあ大変恐縮なんですけど、うん、俺はすげえ良かったですね、これはびっくりみたいな。ただですよ、いいことばっかりじゃなくてですね、この前の動画でもね、言いましたけど、バックステップ変えてからですね、どうもこうシフトの、ショックがでかいと。こういう時ね、下げる時、今は全然大丈夫でしたけど、まあ、それともう一つですね、こう位置が下がったことによって、乗車位置がですね、乗りやすい位置がね、どうしても後ろにノーマルより下がるんですね。足が下がるだけじゃなくて体も一緒に下がるというか、なので、あの街中とかでね、あのブレーキをかけるたびにね、こうずっと滑るんですよ。今みたいにね、こうずっとこう前にね来ちゃうんですよね。タンクのグリップも2グリップも弱いし、こうなんていうんですかね、2グリップしにくいんで、まあそのステップ自体がね、俺はね、なのでちょっと深い、なのでちょっとその辺の対策、例えばタンクの足の膝のあたりにね、滑り止めを買ってつけるか、あとは何かあるかな、あとはアイデアルシートとか、シート自体がねこう前下がりになってるんで、そこをアンコを上げてあげたようなシートに変えるか、すればまあ対策としてね、いいんではないかなと思うんですけど、まあ、これもね人によって体格によって全然違うと思うんですけど、俺はちょっと滑りますね。よっこしょ、こういう風にね、さ、後ろの方が乗りやすいんで、曲げやすいんで、後ろの方に座りたいんですけど、まあ、ブレーキを踏むたびにドゥッと行っちゃうというわけでございますね。いや本当天気いいな。でバックステップもですね、いろいろ種類があって、主に2つ分けられるみたいで、ツーリング用と、レースも対応している商品で、この大きく分けてこの2つに分けられるみたいですね、バックステップも。俺も全然知らなかったんですけど、ね、要は逆シフト対応のものであったりとか、乗車位置がよりレーシーな位置を設定できるようになっているタイプっていうのがあるみたいですね。ちなみにオーバーの自分がつけてるやつは、コンシューマー用というかツーリングメインですね。ポジションもそんなに激変するというか、あんまりね、あんまりにもレーシーではないという、ちょうどいい、だから自分にとってはすごいこれがちょうど良かったですね、オーバーで。まあ他の会社どれが、ね、レース向けかっていうのは、松さんがね、ミンカラーの方でバックステップ一覧でまとめてくださってるんで、まあ、それ見てもらえば一番手っ取り早いということですね。まあね、ちょっとだいぶ値段があれな商品でね、高いんですけど、まあ俺はすごい良かった。詳しく知りたい方は松さんに、沼上の松様にね、ぜひぜひ お問い合わせくださいって言って、ね、話の大部分、大事なところを全部振るというね放り投げるっていう、もう本当最低のレビューなんですけど、もう一つあれがあったわ、自分ステップはですね、一番高い位置の一番後ろに設定してたんですね。で、乗車位置としてステップの、上にですね、ちょうど、土踏まずじゃなくて、つま先じゃない、あの指の付け根がね、来るように乗るのが、まあ、好きなんですね。つま先で乗る感じがね、俺は好きなんですけど、その位置でですね、まあ2グリップをずっとしてるとですね、なんかマフラーのね、液パイにこう
なんか溶けた跡みたいなのが出てて、あれなんだろうと思って見たらですね、わかりますかね、こういう感じですよ。見える？これこれこうやって液灰にね、かかとが当たるんですよ、靴の。ほら、うん。でちょうど履いてたのがスニーカーだったんで溶けちゃって、なのでちょっとまあバンテージとか耐熱のバンテージとか巻いてちょっと対策しないといけないなっていう感じなんですよね。強く握れば握るほど押し付けるというような感じで、見えましたかね今、ちょっと注意がまあ必要じゃないかなと思いますね。やっぱりね、やっぱりこうポジション、ライディングポジションっていうのは本当に大事なんだなと。自分に合ったそのポジションを探すっていうのが、楽しくバイクに乗る方法の一つとして、ね、大きな位置を占めてんだなというふうなことを痛感させられましたね、本当に。いやーね、本当にもっと早く帰ればよかったなと思いますもん。3年経って、入れましたけどもね、一番先に入れてもいいんじゃないかなっていうパーツですね。最優先で入れるべきじゃないかなと。あう。ただそのなんて言うんでしょうね、バックステップ乗る位置がだいぶノーマルと変わってくるので、シフトガイドをつけたりとかですね、シートとか、なんて言うんでしょう、滑り止めで体がずれるのをね、対策しないといけないというようにですね、一つのパーツを変えることによって、まあ、バランスが崩れてしまうということで、余計な想定していなかったパーツをどんどん買わないといけないような感じになってしまうというデメリットもありましたね。やっぱこれが沼ってやつだと思いますよ。一箇所変えることによって、別のところも、変えたくなってくるというか、変えないと気持ちが悪いみたいなね、ちょっとねシートはこれはマジで変えたいな。まあというわけでございます。まあ誰かの参考になればね、まあどういうことかって要約すれば、バックステップ超いいよっていう、でも変えちゃうといろいろ補わないといけないところが出てくるよというお話でございました。いやあ、つ会議だりーなー。おい、おお、ここはもう結構生えてますね。綺麗。おお、すげえいい道。でももうちょっと待った方がいいかな。どうだろうかな、来月あたり良さそうですね。梅雨明けぐらいに来たらいいかな。